三次元ディスプレイ、三次元ディスプレイ、三次元ディスプレイ、3D ディスプレイ、3D ディスプレイとは、三次元映像を表示する装置である。いくつか異なる権利に基づいたもの存在するが、空間中に画像を立体的に投影するものより、左右の目に別々の画像を見せることで立体感を与えるものが多い。左右の目に、 別々の画像を見せるためにメガネを利用するものと、メガネを必要とせずに、ラガンのままで立体感を与えるものの2種に対別できる。立体的な映像を表示する3次元ディスプレイは以下のように分類できる。観察者に特殊な光学特性を持ったメガネをかけさせ、両目に視差をつけた画像を表示するもの。 左右異なる角度から撮影した映像をそれぞれ赤と青の光で重ねて再生し、左右に赤と青のカラーフィルタのついたメガネで見るものである。技術的に最も簡単で低コストである。従来はモノクロ映像に限られていたが、色彩情報を左右に振り分けることで、カラーでの映像制作が可能になっている。 しかし対象物の見える角度の違いによって色味が変化してしまう弊害がある。ドルビーデジタル 3D のように多色のチャンネルを用いて自然な色再現を行うものもあるが、高価な特殊多重コーティングフィルターが必要になる。左右の映像に直行する直線変更をかけて重ねて投影し、これを変更フィルターのついた眼鏡により分離する。 変更状態を保存するためにシルバースクリーンなどが利用される。直線変更の代わりに円変更を用いたものもある。円変更を用いたものは観察者が顔を傾けても左右映像のクロストークは小さく維持される。円変更の遮光特性には本質的に波長依存性があり濃い紫や黄色などの色が見えてしまう場合がある。3D 映画の多くが 変更メガネ方式を採用しており、液晶ディスプレイでは画素ごとに異なる変更を与える微細な加工が求められるために比較的採用は少ない。液晶シャッターメガネに比べて変更メガネは軽く簡素、安価に作られて他人数ユーザーに対応しやすく、引き同士の際も変更方向と直線、円という種別のみであるため標準化に向くなど利点多い。 左右異なる角度から撮影した映像を交互に再生し、左右の視界が交互に遮蔽される液晶シャッターを備えたメガネで見る。メガネのシャッターが2つの映像と完全に同期して開閉することで右目と左目それぞれ右側の映像と左側の映像だけが見え、立体感が得られる。動画であれば通常の2倍の頻度で画像の書き換えが必要である。 フレームシーケンシャル方式と呼ばれる。3D 映画や大画面テレビなどでの採用が多いが、液晶シャッターや画像と同期する仕組みを備えたメガネが、高コストであり、標準化が進んでいないため複数の企画同士で、メガネが異なるという問題もある。メガネを利用しない、ラガン式のものは、ラガン立体ディスプレイと呼ばれる。ラガン立体ディスプレイは、観察者に、 特別なメガネをかけさせることなく、両目視差を与えることができる。多くの場合、視差障壁などと呼ばれる左右眼に別々の光線を入射させるメカニズムがいられる。観察者の位置を制約するという問題を解決するためにカメラ等によって観察者の視点を検知してバリアやレンズを最適な位置に動かすという研究も行われている。ホログラフィックディスプレイや、 インテグラルフォートグラフィを用いたディスプレイは、光線の波面を再生することにより、観察者に視差画像を提示する。インテグラルフォートグラフィ方式とは、被写体から出る光の波面をすべて取得、再生することにより、立体映像をディスプレイ上で映し出す、波面再生型立体ディスプレイで、同時に複数の観察者に立体画像を提示することができたり、 観察者が顔を横に向けても立体視ができたりする点が大きな特徴である。NHK 放送技術研究所で開発中のものは屈折率分布レンズを用いたレンズアレイを水平解像度8-000000画素程度の高精細なカメラで撮影し、それをプロジェクタで別のレンズアレイに投影するというものである。体積型ディスプレイは 回転などの物理的なメカニズムにより光の点を実際の空間内に表示する。この種のディスプレイは画素の代わりにボクセルと呼ばれる三次元的な要素を利用する。この方式を利用したディスプレイピアースペクタがアクチュアリティシステムズより発表されている。レーザー光線を収束させた焦点において空気がプラズマ化し発光する現象を利用して 画像を三次元的に描画する。体積型ディスプレイに近いが、レーザーを操作し、焦点位置を変化させることにより自由度の高い描画が可能である。現在のところ、三次元ベクタースキャンによる単純な図形を単色表示するにとどまっている。破面再生型のディスプレイと、体積型ディスプレイ、空気のプラズマ発光を利用したディスプレイでは、複数の観察者に対して、 同時に正しい視差情報を与えることができる。3次元映像に合わせて振動や電圧を加えることにより投影面の形状を変化させ、そこに投影することで立体的に見せるディスプレイ。ヘッドマウントディスプレイ式はメガネ式に似ているが、表示画像を映し出す機構全体が観察者の頭部に装着される形式であり、左右の異なる視点で撮影された映像が、 左右の目で、それぞれ自然な距離感で視線が保てるように、光学的に調整されて、顔面間近や眼底部に直接投影される。投影面をメガネのように透過性にすることで、拡張現実のための表示インターフェース機として用いられることもある。PC 用のディスプレイ製品では、もともと 2D 動画のソフトウェアを再生する過程で演算処理を加えることで、 疑似的に立体視を可能にするものがある。液晶シャッター式メガネを使った 3D 表示用の表示装置のある字に添付ソフトウェアで提供されるオプション機能として存在するが、元となる 2D の動画情報には各画素の奥行き情報、深度情報は含まれいないため、奥行きは各画面間での画素の移動量から一連の画素が同じ形態で他より大きく移動するものを瞬別して、 背景から切り出し、この物体を便宜的に手前に配置することで疑似的な体感を作り出すものである。物体の凹凸感までは再現できないが、ある程度動きを伴う動画では良好な立体感が得られるとされる。三次元ディスプレイによる健康被害が懸念されている。症状としては使用時に眼性疲労、頭痛、 発き気などの体調不良を引き起こす場合がある。また、使用後に物が二重に見えるなどの視覚障害がしばらく残る場合もある。これらの症状は、年齢などの個人差、視聴時間、三次元ディスプレイの方式、および立体素ソフトの内容に依存すると考えられており、安全基準の確立が求められている。日本では、電子情報技術産業協会、 産業技術総合研究所 3D コンソーシアムが共同で 3DC 安全ガイドラインと 3D 文献小録集を作成した案をまとめた快適 3D 基盤研究推進委員会はこのガイドラインをもとに ISO 国際標準化機構に国際標準として提案する予定にしている楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。